なんで博士までハワイに？前にも言ったが、ハワイにはスジモンを使った大会があるんだ。そいつにちょっと用があってな。決して遊びに来たわけじゃないぞ。観光に興味はない。俺が興味あるのはスジモンだけだ。勘違いしないでくれ。で、その大会ってのは何なんだ？言葉で説明するのは難しいな。その目で見てもらった方が良さそうだ。ついてこい。ああ。いらっしゃいませ。ご用件は？その筋のものですが。かしこまりました。こちらにお乗りください。大会が開かれている地下コロシアム、通称スジモンスタジアムだ。スジモンスタジアム？ここではスジ神というスジモンたち同士を戦わせる試合が開催されているんだ。観客はどちらが勝つか予想し金をかける。まあ裏社会によくある賭け試合を大々的にやっているというところだな。ホノルルシティはギャンブルを厳しく禁じている街だ。その激しい締め付けの反動で裏にこんなでかいもんができちまったってんだから、皮肉なものさ。ハワイにこんなものが。試合は世界中に配信され、各国の富豪連中が毎試合多額の金をかけている。ちょうど試合をやっているみたいだな。さあ注目の一戦、四天王の一人ジャックに挑戦者バトラーマサトが挑んでいますが、やはり強い。マサトチームは残り一人です。くそ、頑張れ布袋。
王よ。おいおい、そんなもんですか。やれ、殺しても構わん。ぐわぁぬらぶか。どうする、まだやりますか。いや、もう降参だ。勝者ジャックチーム。やはり四天王は強かった。ジャックチームには賞金が授与されます。ああ、これが裏社会掛け試合チーム格闘大会筋神だ。筋神、3人の筋門を場に出して戦う団体戦だ。マネージャーと呼ばれる代表者が指揮を取る。自分のチームの筋門が全滅した方が負けだ。3対3の筋門のぶつけ合い。俺はこの形式での戦いを筋門バトルと呼んでいる。筋神はそんな筋門バトル最強の座を争う大会なんだ。代表者であるマネージャーは筋門を集めたり鍛えたりして最強のチームを作る。そして試合でそいつらに的確に指示を出し勝利に導くのが役目だ。今勝ったジャックってやつは筋神のトップランカー、四天王と言われる凄腕のマネージャーの一人だ。そしてそんな四天王たちの上にいるのが最強のマネージャー、筋神マスターキング。キング、あいつか。お、そろそろ次の試合が始まりそうだな。じゃ、頑張れよ。はあ、って、え、頑張るって何を。さあ、続いての試合はルーキー戦。シルバーコーラーは借金返済のための一攫千金を狙う新人マネージャー、井出野浩一選手。対するはゴールドコーナー、世界一憎めない元ヤクザ、春日一馬選手。え、俺？どういうことだよ博士。すまん、勝手に選手登録させてもらった。詳しいことは後で話す。なんとか勝ってくれ。なんとか勝てって、これって筋門バトルなんだろ。筋門なんか俺一人も仲間いないし。安心しろ、強力な俺の仲間を用意してやる。そろそろ来るはずだが。おーい博士。お、ちょうど来たな。どうも、育ち安男、育ち安男でございます。同じく育ち道場門下生の倉木です。元気が取り柄のポジティブ門下生横尾です。この人らは。育ち安男さんとその門下生だ。育ちさんは俺がチャンピオンだった頃に一緒に戦ってくれた仲間、辻門なんだ。昔は道場やってたんだけど、閉めちゃってから金がなくなってね、博士に雇ってもらったっていう間柄なんですわ。今回もお金を弾んでくれるっていうから手助けに来てあげたってわけでございます。育ちさんは元道場師範だから育成や戦略などもうまくてな、初心者のお前の相棒には最適だと思ってお願いしたんだ。君が一番カス太郎だったかな。よろしく。カスが一番だよ。あらまあすみませんね。まあ筋神初心者ってことだけど、私らが来たからにはもう安心ですよ。任せときなさいな。いつまで待たせるんですか。カスがチームリングインしてください。頼んだぞ。とにかく相手を全員倒せばいい。相手は大したことない。育ちさんたちにうまく指示を出してなんとか勝ってくれ。ねえ、くそ、負けても文句言わないでくれよ。それでは始めましょう、筋神ルーキー戦。 Here we go。
準備はいいか。全力で行くぞ。行くぜおめえら、突撃。期待の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。勝負は時の運、一時も目が離せません。あっと、体勢を整えるようです。幼稚園、とてつもない気迫です。おっと、必殺技の気配がしてきました。行くぜ。
ストミートすんごいの行きます。早いぞ。それはとんでもない刺激が決まった。勝ててよかったな。最後に決めるぜ。せーの、勝者春日一番チーム。よっしゃ勝利。ふう、なんとか勝てたな。見事だ。俺の見込みは間違っていなかったようだな。ん？あれは。むむむ。あれ、ドクターモリカさんではないか？あ、本当だ。元筋神マスターのドクターモリカさんだ。筋神から追放されたはずなのに、どうして？復帰したのか？マジで？なんということだ。この寿司神に追放されたかつての絶対王者モリカサが帰ってきました。まずいな。帰るぞカズカ。おう。モリカサさん、すまなかったな、カスガ。感謝する。まったく、どういうことなんだよ。ちゃんと説明してくれるか？ああ、実は昔、俺はこの筋神の絶対王者、筋神マスターだった。かつての筋神は、今のように賭けが横行することもない、健全に腕を競い合うイベントでな。俺はそんな筋神が好きだったし、そのチャンピオンである自分に誇りを持っていた。だが筋神委員会の連中が入ってから、筋神は純粋な競技の場からただのギャンブル工業に変わってしまった。筋神委員会？さっき変なお面みたいなのしたやつらいたでしょ。あいつらのこと。筋神で賭け試合を開催して金儲けをしてる連中だよ。支援者と呼ばれる不渡客のためにやらせ試合まで組み始めた委員会に俺は反抗した。そんな筋神はダメだ。真剣勝負の場を汚すなとな。その結果、俺は委員会によって筋神から追放されてしまった。そんなことは。俺は筋神を健全な元の姿に戻したいと思っている。俺が愛する純粋な戦いの場としての筋神をもう一度取り戻したい。好きなんだよ筋神が。もうおもちゃにされたくねえんだ。だが取り戻すってどうやって？そりゃもちろん道はただ一つですよ。筋神マスターチャンピオンになることです。チャンピオンの力と影響力は絶大だ。チャンピオンになり筋神ファンを味方につければ委員会を追い出すことだって可能だ。でも博士は追放されてるから戦えない。だから俺に代わりに出てほしいと。そうだ、頼む春日、協力してくれないか。なんで俺なんだよ。それこそ育ちさんとかにマネージャーを頼んでもいいじゃねえか。育ちさんはファイターとしてはそこそこ使えるが、マネージャーとしては致命的に人望がないし器が小さい。それに結構バカだからな。あんた結構ひどいこと言うのね。春日は器もでかいし頭も切れる。何より誰とでも親しくなれる豊かな人間性がある。筋門マネージャーに最適な人材なんだ。だけどよ、今の筋神の運営陣は金をちらつかせて参加する多くの筋門たちの人生をも狂わせている。何人が不幸の底に突き落とされ
何人死んだかわからん。俺は筋門博士だ。筋門研究は世界平和のためだが、平和に暮らしてほしいのは一般人だけじゃない、筋門たちもなんだよ。あいつらのためにもこの不幸の連鎖を断ちたい。勝手なお願いなのは分かってる。だがお前しか頼れないんだ。分かったよ。そこまで言うなら協力してやろうじゃねえか。カスガ、いいのか。ねえ、詳しい事情はまだ全部は理解できてねえけど、あんたが悪い人間じゃないことは俺は分かってる。そんな人が頭下げてるんで協力しない理由はねえさ。カスガ、ありがとう。おいおいおい、そんなゴン泣きするなよ。だって嬉しくて。そんなに泣かれると私も涙が。しょうがねえな。で、筋神とやらに参加するのはいいけどよ、あれって筋門何人か率いていかないとダメなんだろ。なあ、スタメン3名、控えに三大3名、少なくとも6人は揃えておいた方がいいな。育ちさんと門下生の2人で今3人しかいねえから増やさないといけねえんだろ。どうやって増やせばいいんだ。そりゃあもうぶん殴って仲間にするしかないですね。殴れ殴れ、暴力で全部解決だ。そんな荒っぽい感じなのかよ。まあちょっと極論すぎるが的外れじゃないな。筋門は基本的に自分より強い人間の言うことを聞く習性があるからな。実際にやってみると分かりやすいんだが。お、あそこにレイドがあるじゃねえか。レイド？自分より強いやつと戦いたい、腕試ししたい強者がよく出没するたまり場だよ。関係者内ではレイドと呼ばれてる。春日、あいつらに声かけてみろ。え、俺が？ああ、レイドにいる連中は強さに貪欲、その分強いやつに従順なんだ。やつらにお前の強さを証明できたら仲間になってくれる確率はかなり高い。まあ騙されたと思って一度話しかけてみろ。そうだ、こいつを持っていけ。なんだこれ。お歳暮だよ。お近づきになるにはお歳暮、これは日本人の基本だろ。交渉の際にこいつを渡せば多分大丈夫だ。さあ行ってこい、筋門マスター春日よ。分かったよ。
なんだね。お近づきの印です。いかがでしょう。悩むね。よし、よろしく頼む。よし、スジモンゲットってやつだね。さすがだな、カスガ。今みたいに倒した後に交渉できそうなスジモンが場に残っているときは話しかけて交渉するといい。ただ、すべてのスジモンが仲間になってくれるわけじゃない。仲間にできるスジモンはこいつに乗ってるやつらだけだ。参考にしてくれ。分かった。で、集めたスジモンたちはどうやったら強くなるんだい。手元のスジモンはスジテインというアイテムを飲ませることでも成長するが、一番いいのはやはりスジモンバトルをさせることだな。町にライバルのマネージャーがいたら対戦してみるといいだろう。どんどんライバルを倒していけばお前のマネージャーランクが上がる。ランクが一定まで上がると四天王たちに挑戦する資格を得ることができる。チャンピオンのキングと戦うにはまず四天王を全員倒さないとダメだ。気の遠くなる話だな。まあ私もいますし、楽勝ですよ楽勝。さっさとランク上げて四天王もキングもぶっ倒してザギンでシースーでも食べに行きましょうぜ。そうだな。よろしく頼むぜ育ちさん。あと筋紙用のアプリも入れといてやる。ここでいろいろな情報を得るといい。分かった、とりあえずやってみるわ。すまないな。よろしく頼むぞ春日。たとえ進む道が火の中でも毒の中でもおっさんのブリーフの中でもな。なんだよそれ、嫌だよ。まあそう言うな。とにかく頼んだぞ春日一番。悪かったな。
な。いいコンディションだ。This might be the best vacation ever.準備はいいか？全力で行くぞ！行くぜ、おめえら！突撃！さあ、頼む！
楽しんでいこうぜ。これからだ。おめえに決めたぜ。悪く思う。こいつはいい面構えだぜ。流れを変える。ファイト！行くぜ。てら。悪く思う。シェイ！ファイター撃破！おめえに決めたぜ。楽しくなってきたな。ありゃあ、さっさと終わらせましょう。よし、練習通り。流れを変える。相手さん、いい面が。おめえに決めたぜ。これで決める。はい。おら。もらった。はい。これで決める。いや、おりゃー、うお、おりゃー、はあ、ナイスアイテム。必殺技のチャンス到来。流れを変える。楽しくなってきたな。ここだ。おっとっと、これで決める。決まったぜ。信じてるぜ。せよ、行くぞ。相手さん、いい面構えだぜ。くたばれ。出直すしかねえか。
準備はできてる。なんだ？準備はいいか？行くぜ、おめえら！突撃！さあ、楽しんでいこうぜ！流れを変える！すんごい！ファイター！ファイター！ファイター撃破！それ！おや？みんな頼むぜ。おめえに決めたぜ。おー、早いぞ。いくぞ。入った。ナイスな一撃だ。せいくぞ。いい面構えだぜ。ナイス！さあ、よし！よし！練習通り！くたばる！流れを変える！楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。あ、よいしょ。いい試合だったぜ。またな。気持ち受け取ってくれねえか。なんだ。うーん、
わかった。力を貸すぜ。強くなろうぜ。はっ、よっしゃ。Yeah.